平成28年度自衛隊音楽祭り第1章夏の音熱き能動の響き。最初に登場するのは陸上自衛隊東部方面音楽隊。お祭り、花火、海水浴、日本の夏にはその情緒を彩るさまざまな催しがあり、さまざまな音が聞こえてきます。どの音も日本の夏を体現するにふさわしい音。熱き能動の夏の響きは夏祭りからスタートします。
周期三刀力さん、ドラムメジャー峰村亮三刀力走でした。次に登場するのは陸上自衛隊西部方面音楽隊。陸上自衛隊方面音楽隊において最も南に位置する西部方面音楽隊、熱き火の国九州地方全域を活動範囲とし、今年4月に発生した熊本地震の中心地熊本市健軍駐屯地を拠点とします。被災地への復興の意、そして共に歩む思いを込め、日本に広く響き渡る熊本の音を奏でます。
三刀力士でした。続いて登場するのはゲストバンド在日米陸軍軍楽隊。United States Army Japan Band。在日米陸軍からのメッセージ。夏はイベントなど音の力を通じて友情を育む楽しみが弾ける季節。在日米陸軍が誇りに思う日本とアメリカの強固な同盟と友情を奏でる演奏を行います。演奏曲はディズニーアニメアラジンから Flying Like Me。Well, I'm a rock and rolling, tell the lies.
ゲストバンド2組目登場するのは米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊。沖縄にベースを置く第3海兵機動展開部隊音楽隊。緩やかに時が流れる沖縄の夏、そして日本の夏を思いお送りする演奏は島唄から。